シーさん、ラスカールさん、アランさんもありがとうございます。全グループ大好きさん、ニーさんもありがとう、見に来てくださってこんばんは、ありがとうございます。まったりさんありがとう、 HKT さん、大好きさんもありがとう、読んだっけ、ありがとうございますありがとう、そうそうそう、めっちゃ似てたつぶさしーさんもありがとうとスポッティジーさんもありがとうございます。なん本当になんかくしゃみでそうととしのりさん、チームメイト箱石さんもありがとうそう、だいたい同じ説、いや違う、ないよそんなことはないよそんなことはそう、すごいなんかね、そうすごいなんか面白い先生なんですよ、先生でした、私の先生。そう、その方が今日夢に久々に出てきて、そうなんかねすごい嬉しくなった。なんかそう、私結構ね、その担任の先生、今までのそのさ、私ね、まあ、あの北海道の時住んでた担任の先生、こうやってあの北海道の時に通ってた学校の中で結構上位なぐらい、あのなんか優しいっていうかいい先生だったんですよ。だからなんか久々に出てきてめっちゃ嬉しかったそう、あ先生元気ってそうめちゃくちゃそう、とカッツンさん、三島さんもありがとう、見に来てくださってこんばんは、ありがとうございます、ありがとうそうそう癖強い先生ばっかりでした、私の学校の 方々は、担任の先生とか先生はそうそう癖強い人ばっかりでした、そうそうそう。パパの話もうないよ、パパの話パパの話はもうないですつきました、パパの話喋りすぎてなんか私いつもさ、なんか毎日毎日さ配信してるけどさ、なんか毎日毎日家族の話ばっかりしてる気がするねん、なんかママとかさパパとかの話ばっかりしてる気がする。そうだからさ、もうパパとかママの話をしすぎてもうなくなったパパとかママの話がもうなくなりましたそこをつきましたそう、もうね、もうなくなりました、あのネタは許して なんかいろいろ話したらあの出るんだけど、出るんだろうけど、なんかパパ、なんか家族の面白いエピソードを話してとか言われたらもう出てきません、全然そう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 うん、行ったことない、ユニバさんには行ったことないです私そうそうそう、お仕事が超トラブルで現実逃避ナウだって、なぜなら今日も可愛いな、かっこ遠い目現実逃避してるの、たまにはでもそういう時も必要よ私もあるもん、たまに、いや分かんないけど、現実逃避は分かんない、なんかえやばいって思った時、私何してるかな私、えやばいって思うことが私ないんだよね、なんかだから私すごいね、それこそなんか学校のテストとかあるじゃないですか、多分普通の人だったら、普通の学生とかだったらきっと、あやばい、あとテストまで1週間だってなるところなんですけど、私1日たあとテストまであと2日とか、なんなら当日も焦ってないのに、そう焦ってないんですよね、勉強してないのに。そうなんかたまに言われるもん、ママとかに、いやそろそろあんた焦りなって言われる、そうそう、それぐらいね、私なんか焦らないからさ、現実逃避とかあんまりしたことないんですけど、でもそういうのもたまには必要よそうそうそう、あんまりね焦ったことがないですなずなも癖強い、それはもう先生のせいだそれはもうね、担任の先生のせいです、遺伝千葉県のおっさんさん、ありがとう、見に来てくださってこんばんは、ありがとうございます、ありがとう。そうそう、大体の先生って癖が強い、あそうなの、なんだろう、あと誰だろうな、癖が強かった人誰かいたかな、なんかもう覚えてないけどでも楽しかったです、中学校は中学校楽しかったです、すごい。とのぶさん、ありがとう、見に来てくださってこんばんは、ありがとうございます、ありがとう。高校生の頃先生をザビエルさんって呼んでたよ、いやそれはなんかねひねってないまだまだネーミングセンスまだまだだわそ
うなんか歴史上の人物にさ例える人とか結構いない？先生のまだまだだなそれはまだまだだなそうまだまだでしたとすずめさんありがとう、見に来てくださってこんばんは、ありがとうございます、ありがとう。ユニバさん、ありがとう、お話し会申し込んだよ、ありがとう。まりまりちゃんありがとうございます。そうなんかいつ昨日か、そう昨日とかもなんか新しくまた申し込んでよとか言ってくださる方がいて嬉しかった、ありがとう。お話し会でも私こんなテンションだと思うんですけど、あのお話し会来てくれた人、あなんかさその時はさこうやってさお話し会って本当にこんななんかテレビ電話テレビ通話みたいな感じなんですけど、こうやってありがとうバイバイって言って、まああの時間になったらプチって切れるんですけど、その後にさなんかさやだやめてね、なんかなぜなんなんかやっぱお話し会でもうるさかった、全然僕が喋れなかったよてんてんてんやめてそんなことは言わないでね、お願いだから先にだから言ってきます、そうやってみんなに言われないように、お話し会でもうるさいです私はそこは把握してください皆さんトモさん、伊勢さんもありがとう、見に来てくださってこんばんは、ありがとうございます、ありがとう。うんそう焦りなってすごい言われる、何かしらに言われます、そう親に言われますね、よくなんかなんか逆になんでそんなに焦らないでいられるのって言われます。そうだってテストの時とかも私すごかったよ、なんか私あの中学校の時なんですけど、中学校のあの定期テストみたいな時になんかあの私定期テストのあの範囲も知らなかったし、あの定期テストがいつあるのかもあの1週間前ぐらいまで全然知らなかったんですけど、そう1週間前に知ってても勉強あんまりやったことなくて今まで、そう本当にぶっつけ本番みたいなもう勢いでいけるみたいなタイプだったから、そう全然勉強してなかったですそうあ懐かしいぜ、そんな記憶もあったよおめでとう、私ありがとう、あなたありがとうございます、今日は537日目、おめでとう私ありがとう、あなたありがとうございます、ありがとう。今日は私のお友達のハンギョドンくんを連れてきました、よろしくみんな仲良くしてあげておめでとう私ありがとう、あなたありがとうございます、ありがとうそうそうそう宿題ギリギリにやって間に合わないタイプです。あ、私ギリギリ、あの間に合わないって分かった瞬間にやりません。私は。もう無理だもう終わりってなりますね。なってました。はい。あの、私ね、そう、私の学校だけか分かんないんですけど、私のね、なんか小学校の時も、あの、なんかクラスによって宿題があるかないかだ、ほんと担任の先生によって宿題があるかないかだったから、なんか私の、あの私は小学校の時は 5,6 年生の時だけ宿題があったんですけど、1から4年生まではずっと宿題がなくて、でなんかあの中学になっても北海道の中学校はあのなくて宿題がなくて、でなんか中3で私あの違う学校行ったんですね、そのこっちにあのお引越ししてきたから、あの新しい学校で中学3年生だけ通ったんですけど、なんかその時もなんか別に宿題という宿題がなかったから、そうなんかあってもなんかあんまやってたかな私っていうくらいなんですよね。だから私あんまりねなんか宿題のね経験がないんですよね。そうラッキーなことに珍しいでしょ。そうあんまり宿題やったことない私わかんない、私が知らないだけで出てたのかな宿題なんか私がやってないだけで宿題出てたもしかしてあんまり記憶ないけど、あんまり宿題やったことないですあったのかな宿題覚えてないけどでも私全然やったことないです宿題はそうそう、とりょうにさんさんありがとう、そうすいさんもありがとう、見に来てくださってこんばんは、ありがとうございます、ありがとう。なんか私がさ、なんか私がやってなかっただけで実は宿題出されてたのかな、あの時記憶ないけど現実逃避したいときはおたかつをしたくなる。なんかさ、現実逃避ってさ、何？現実逃避って。なんか私、あんまり現実から逃げるってこと？でも現実から逃げるのもいいことよ、本当に。私なんてそしたら毎日現実から逃げてるかもしれない。
そんなこともないか。現実からな、あのなんか違う、あの私は嫌だから現実逃避をするってわけじゃなくて、なんかもう一周回って現実逃避した方がこんなになれるんですよ。わかる。なんか私は嫌なことがあって現実逃避するんじゃなくて、もうなんか性格的にもうずっと現実逃避してるみたいな感じだから、逆にあれなのかな、現実逃避してるっていう意識がないんですよねきっと。だからわかんないのか私、現実逃避が。そうそう、ともあきさんありがとう、見に来てくださってこんばんは、ありがとうございます、ありがとう。そうだからずっとこんな明るいのかもしれない。人見知りだから話してほしい、話すよたくさん、いえ嬉しいよ。あ、おめでとうちありがとう、あなたありがとう、みんな537日目、なかなかさんもありがとう、見に来てくださってこんばんは、ありがとうございます。実際勢いでいけてたの、いけるわけないじゃん。私がなんかまださ、あのちょっとごめん、あのテストの、あのなんていうの、テスト期間の話なんだけど、そうテスト期間で私はあの毎回テスト期間中、あのテスト勉強期間中の時は一回もテストのあの範囲を勉強した、あのあんまり勉強した記憶がないですっていう話をしてて、そう大体私テストは勢いで行ってましたっていう話をしてたんですけど、実際勢いで行けてたのって聞かれてるんですけど、勢いで行けるわけないですよね。そんなこと聞く聞くあれもないです、聞くあれも意味もないでしょ、もうみんなわかってるでしょ。だからそれがさ、なんかもう超もう勉強しなくてももう頭がいいみたいな、元から頭が良くてもう覚えるの、勉強の覚えるのが早いみたいな、スピードが早いとかだったら分かるけど、私なんてさ普段さ勉強しててもさ全然勉強追いつかないのにさ勢いでいけるわけないやん。やめてよ、私からわざわざ、私からさ言いたくない、そんなこと。わざわざ言わせないで。恥ずかしいなもう。プーマさんありがとう、見に来てくださって、こんばんは。ウレピーマンありがとう、ありがとうございます。そうハンギョドンくん、ヤッホーと、イシちゃんさんありがとう、見に来てくださってこんばんは、ありがとうございます、ありがとう。ゆうやさんもありがとうございます。勉強しないキャラ面白い、だから言っていい、ごめん、あのさ一つ言うとキャラじゃないんだわ、本当なのよ。そう、勉強しないキャラだったらまだいいのよ。あとなんかさ、勉強しないキャラだったらさ、あ、私全然勉強してなかったんですよねって言って、実はめっちゃ勉強してるみたいな人だったら全然いいの。私どっちにしても勉強してないから、もうキャラっていうか事実なのよ。全部言わないで。言いたくない。私の口から言わせないで。お願いだから。そう、まあでもね。まあでも、まあ、あの、そんな私でもこんな楽しく生活できてるので楽しく生活はできております。そうそうそう、宿題がない、うん、なんかあった、いや違う、北海道っていうか私の学校だと思うんだけど、私のなんか小学校も中学校、北海道の中学校もなんかあんまりなかった。そう、なんかたまに出てたぐらい、本当に。そう、でもなんかやってなくてもバレないぐらい。なんか私は、まあ、たまにやってなかったですね。そう、宿題ないのいらましいでしょ。とあきさん、なんだと、なんか今聞こえなかった、みんな。とあきさん、のんちゃむちゃんありがとう、こばけちゃんさんもありがとう、なんか今めっちゃ聞こえた、ドンって聞こえた、誰、部屋に入ってくるならノックをして。そうそうそう、なずなは宿題あったけど気づかないタイプ、いや本当にそれはあるかもしれない、もしかして。うささんありがとう、見に来てくださってこんばんは、ありがとうございます、ありがとう。宿題に気づ、数学得意そう、本当嬉しいんだけど、数学得意ですとか言っとこ、これから。好きなっていうか得意な教科は何ですか、あ数学なんですよ、実はめっちゃ数字が大好きで。数字がすごい大好きなんですよね私って。すごいなんか円周率を毎日数えて、あの数えてるんですよって、あの皆さんはあの眠れない時羊を数えるじゃないですかって、私は円周率数えるんですとか言って、円周率数えてる時が一番落ち着くんですよねとか言って、今度から言ってみよう。いいね、今度から言ってみます。あそう、今日はね、なずなどんです、ハンギョドンくんです。そう、テルミンさん、ジーズルさんもありがとう、見に来てくださってこんばんは、ありがとうございます、ありがとう。そう、パリピナズナ、田川ひろのりさん、吉かなさんもありがとう、みねちゃんさんもありがとうございます。
やっほー、ありがとうございます。ノリと勢いは大事で、ほんと大事よ。私なんてノリと勢いしかないから。その2つしかない。念のため聞いたんじゃないかなとか言ってケイさんありがとう、りょうすけさんもありがとうございます、見に来てくださってこんばんは、ありがとうございます、ありがとう、そうそうそう、嬉しい、面白い、本当ありがとうございます。そうそうそう。アップちゃんさん、大好きさん、ありがとう、見に来てくださってこんばんは、ありがとうございます。ヤンカさんありがとう、ゴチタンさんお久しぶり、ありがとう、フォローしました、ありがとうございます。エースさんもありがとう、そう勉強しないのは事実です、本当に。そう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 、まあでもまあまあね、勉強しなくてもまあそこそこの点数は私は取れてたので、はい、そこそこの点数は取れてたので、まあね、まあまあまあ勉強しなくてもまあちょいちょいのちょいだったんですけど、また後から言われるわ、ママに、あんたまた嘘ついたでしょってあんたテスト全然悪かったでしょ、点数嘘つかないで言われちゃう、やめとこう。とサクさんありがとう、見に来てくださってこんばんは、ありがとうございます、ありがとう。そうそう。なんていい学校なの、本当に私の学校いい学校だったよ、いい学校だったよ、いい学校、いい私の学校、いい学校エピソードあるかな、なんかいい学校エピソード、なんだろう、いい学校エピソードはやばい、出てこない。何やったかな、いい学校エピソード、でも何だろう、え、何だろう、何だろうな、何だろう、誰か教えて、私の学校いい学校エピソード何かあったかな、小学校も中学校も覚えてないな、でもとりあえず楽しかったです、すごくすごくとりあえず楽しかったです。猫の猫さんありがとう、見に来てくださってこんばんは、ありがとうございます、ありがとう。特に何が好きですかね。座敷わらし、座敷わらしがいるかもしれない、でも座敷わらしは好きよ、結構私、座敷わらしはだっていいことでしょ、いい子でしょ、いい子だもん、いい子は全然いい。座敷わらしちゃんは座敷わらしはいい子だからね、みんな気をつけて。そう、勉強してこなかったわしが言うけど今マジで後悔してる、いやみんな言うよね、でもなんかなんか学生に戻って、なんか大人の人がね、なんか大人の人が学生に戻って一番したいことは何ですかって勉強ってみんな言うじゃないですか。ってなっちゃう。私絶対そんなこと思わない自信しかないんだけど。絶対に私は何があっても、もう何があっても、どんな状況に置かれてても、なんかたとえ私がなんか崖の、ここの先の部分にこうやって立ってて、なんか学生の頃にしたかったこと勉強って言わないと、崖から落とすぞって言われても私は言わないと思う。それぐらい言わない自信がある。勉強はあんまりそうですね、したいって思ったことはないです。と、ゆきまさんありがとう、見に来てくださってこんばんは、ありがとうございます。円周率を毎日数えてそうで、私円周率でもね意外と言えるの。みんなさ円周率どのぐらい言える？でもさ、みんな円周率きっとあれでしょ、 3.14 ぐらいまででしょ。私ね、その先も言えるの実は。私の勝ち。そう、とジョイサイさんありがとう、見に来てくださってこんばんは、ありがとうございます、ありがとう。そうそうそう、と村上さんもありがとう、番長さんありがとう。そうそう、照井さんもありがとうございます。天才かよね。すごい、みんな信じてたのね。なるさんもありがとう、見に来てくださってこんばんは、ありがとうございます。私ね、円周率ね言えるよ。え、みんなあれだよ、ダメだよ、今調べてきたら、よし、なぜなちゃんに勝ってやれ、こうやってさ3点、円周率ブブブブブって出して、それコピーしてさ、なんかコメントに打っちゃダメだよ。私ね 3.141592653535
35653519なんちゃらみたいな35まで言えますすごいでしょ、みんな言えないでしょ35まで。とオナピーさんありがとう、見に来てくださってこんばんは、ありがとうございます、ありがとう。嬉しいんだけど、なぜなんかいる、それだけでいい学校、いや本当によ本当によ本当に本当にそういい学校よ給食が美味しい、給食、あでもなんか確かに北海道の給食は美味しかった。なんか私中学3年生の時にね、あの違う学校行ってて、なんかその北海道の学校とこっちの引っ越してきた学校ね、なんかどっちも給食食べたことあるんだけど、なんかやっぱり北海道の方がなんかね、なんだろうな、なんか北海道の方が慣れてたのかな、なんか慣れてたか分かんないけど、なんかね美味しかったです。いやこっちも美味しいんだけど、そうなんかどっちも美味しかったけど、なんか私は北海道のあのメニューの方が好きだった。そう北海道で寒い、寒いよ、そうすごい寒いです高速緩いとか、高速緩かったかな。でも中学、あの小学校はなかったけど、中学は なんかあったかな、なんか髪の毛が、あ多分普通の人と同じだと思うけど、ここ肩までついたら縛ってくるのと、なんかスカートがスカート制服のスカートで、なんか膝が見えてたら、あの膝が見えてたらダメみたいなあった気がする確かそれぐらい。と何かあったかな、それぐらいかな。あと前髪とか、なんか前髪が目にかかったらダメとか、それぐらい。あと何かあったかな、覚えてないや。でもそのぐらいじゃないきっとそうそうそう、私そういうのに引っかかるのは一番嫌な人間なので、毎回毎回その日だけめちゃくちゃ髪の毛結んだりとかしてたそう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 、私意外とね真面目だからね、そういうところはね、あのちゃんとしてるんですよ意外と勉強はできないけど勉強はできないけど、そういうところはちゃんとしてるんですよ私。なんか髪の毛結んでとか注意されたくないから、私基本的に。そう怒られたくないから、私はそう怒られるのが私すごい嫌なんですよ、怒られたくなくてそうだから怒られない程度で遊んでましたそう、ヤネシンさん、ピーちゃんさんもありがとう、見に来てくださってこんばんは。教室の席は、なんか懐かしい、待って、教室の席は前の方だった、後ろの方だった、でもどっちだろう。でもなんかあの席替え毎回毎回くじ引きだったからあんまり覚えてないんだけど、でもなんか後ろの記憶もあるし、なんか前になってる記憶もある。でもなんか一番前はほとんどないかもしれない私2列目あったとしても。楽しかったです、すごくそうそうそうとわさびろさん、くろさんもありがとう、見に来てくださってこんばんは、ありがとうございます、ありがとう。おー 3.14 え言えるの、なんか悔しい言えるんですよ、すみませんけど。とアップルボーイさんありがとう、見に来てくださってこんばんは、ありがとうございます、ありがとう。そうそう宿題しなくてもある程度できるってことは、できるってことはやればちゃんとできるってことだよ。いや本当にあのなんかあの私すごい毎回言われてた、なんか本当になんか私なんかさ、よくさあったじゃん三者面談みたいなあれ、もうあれさ、もうさ担任の先生違うのに、みんな同じことしか言わない。古川さんはすごいなんかあのクラスの皆さんとすごい仲良くて、すごいなんかクラスをまとめてる、そういうなんか明るい生徒ですよねみたいな、すごいなんかいつもなんか楽しくて面白くて、本当になんかいろいろね、すごいありがとうございます、本当に皆さん、すごいなんかなずなちゃんがいるおかげでなんかあの男子と女子がなんかみんな仲良くなってるっていう感じなんですよねって言われて、 ありがとうございます。ただもうただって2文字聞いただけでもう分かるただちょっと勉強がですね、そうですね、勉強の方がやっぱりあのちょっとね、古川さんちょっと頑張ろうかみたいなあーはいそうですよねあーはいそうですよねって言ってました。ちょっとね勉強の方がね、そう古川さんあのやればできると思うんですよって、やればきっと
できると思うので、ね、古川さんやってくださいよって家でもねって、あのなんか復習するのもいいしね、すごいね、まあ、部活でね忙しいと思うんですけれども、ぜひね復習だけでもしたら多分ね、あの結構変わると思うのでね、家でちょっと10分でもいいから10分でもいいからね、ぜひやってみてそう、古川ってね、古川はね、まあ勉強の方がねまあまあまあ、お母さんね、すごいなんかお母さんもね多分きっと言ってくれてると思うんですけど、まあまあそうですね、古川はね、まあやればできるんですよこの子はすごい言われた私そう、すごい言われましたそうそうそう、とゆきえさん、ありがとう、見に来てくださってこんばんは、ありがとうございます、ありがとう、そうそうそう、あ、靴下の色とかもあったわ、そういえばそう、北海道にある給食のメニュー、だから私わかんない、北海道限定とかじゃないと思うけど、私が好きだったのはあのあれが好きだった、多分北海道のあれとかじゃなくて、なんなら私の学校しか出てなかったのかなっていうぐらいみんな知らないって言われたんだけど、あの慣れて白花豆コロッケが好きでした私一番、そう知ってないでしょみんな、知ってない、知らないでしょみんな、そう知ってるみんな、白花豆コロッケ、そうコロッケなんですけど、そのそれが本当に私今までなんかどこでもなんかその私が通ってる学校の給食でしか見たことないんですよ本当に、そうそれぐらいなくて、そうなんか売ってなくて、スーパーとかにも売ってなくて、どこにも売ってなくて、そう本当にだから私小学校の時しか食べたことがなくて、戻りたいんですよ小学校の時に、私食べたくて仕方がない、そうそれぐらい私めちゃくちゃ好きで、なんかさ普通さ多分さきっとさ小学校の人とかだったらさきっとさなんかあれなんか揚げパンが好きとかさ何が好きとかさあると思うんですけど、私はもうなんかね白花豆コロッケふんって言ってたかっこいいでしょ。とゆたかさん、とキアニさんもありがとうございます、見に来てくださってこんばんは、ありがとう、もち太郎さんもありがとうございますとまやさんもありがとう、レピーマンありがとうございますそう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 、なずなにリーダーシップあるの、え、あるのよ私一応意外にちょっと言葉が出てこないそう私意外とあるのよ、そうなんか私好きなんですよねそういうの、なんかだから私すごいだからなんだっけクラブ、なんか小学校の時にあった何々クラブとか何々委員とかの委員長とかめっちゃやりたくて、一回なったことあるんですよ、なんかクラブ長みたいなのに、そうなったことあったりとか、なんか何かとリーダーとかやりたがるタイプなんですよ私意外と、そうママとかにびっくりされてたもん私、なんかまあそれはね慣れなかったんだけど、なんか運動会の応援団長みたいなのあるじゃないですか、私あれすごいやりたくて、そうママにそう、やれやれやれ、ありがとう、めちゃくちゃ可愛い、ありがとう、白花豆コロッケ、そうなんかそういう白花豆っていう
あれがあるんですけど、それをなんかコロッケにしたみたいな。そう、美味しいんですよすごくそれが。とデマカジブリンさん、ありがとう、見に来てくださってこんばんは、ありがとうございます、ありがとう。家で作った違うの聞いて、だから白原豆がまずねそんなに売ってないのよきっと。でそれをコロッケにするっていうのもなかなか難しいのよ、わかる。だから私もそんなにね、なんか味は覚えてるけど、あれをどうやって作ったらあの美味しい味になるんだろうっていう、難しいのよ意外と。そうわかる。そうピーマン委員会、何すんのその委員会。何すんのその委員会。そうそうそう。とランディさんありがとう、見に来てくださってこんばんは、ありがとうございます。モチーさんもありがとう。そうそうそう。そうそう、面白かったです。なずなんがリーダー、そうなずなんがリーダーよくやりたがってました。とグッサンさんありがとう、見に来てくださってこんばんは、ありがとうございます、ありがとう。やっとコメントが追いつきました、ありがとうございます、すみませんでした。桜井商店さんさんありがとう、見に来てくださってこんばんは、ありがとうございます、ありがとうピーマン、ありがとう。山中レニさんもありがとうございます。白原豆コロッケお取り寄せできないの、いや本当に。だから私なんかもう北海道もし帰ったらさ、いつか帰ったらさ、本当にさ小学校行ってさ、どうやって作ってるんですかそれって聞きたいレベルなんだけど、本当にみんなも食べてほしい、なんか本当になんか食べた方がいいと思うよっていうぐらい、そう食べた方がいいぐらいあの美味しいです、すごく。エヴァシリーズさんありがとう。そうそうそう、タマさんもありがとうございます。白花豆って珍しい、本当そう、白花豆好きでした、ね、私そうめちゃくちゃ好きで毎回毎回言ってた、そう、あ白花豆があるって。でなんか白花豆コロッケがある時は大体なんか好きなメニューだったんですよ私。そうだから、あ白花豆コロッケだって書いて、そうなんか大体ねそういうねコロッケとかはね金曜日に出てきてたんですよ私の小学校は。だから金曜日がもう楽しみでした。もう金曜日だったらさ学校もないじゃないですか次の日、しかも美味しいメニューっていう、もうすごい最高の日でした金曜日は小学校の時。とにゃんなかさんありがとう、見に来てくださってこんばんは、ありがとうございます。家庭菜園はしてない、してない、もうね引っ越してきてからしてないです。あの引っ越す前も別にしてない、私の家族はしてなかったけど、あのおじいちゃんとおばあちゃんがなんかねしてましたね、よく。なんか私のため、私がなんかいちごときゅうりとトマトが好きだったから、なんかねあのおじいちゃんがそう作ってくれてた、そうなぜ好きでしょとか言って、そう作ってくれてましたね、いちごときゅうりとトマト、あと私が嫌いなナスビも作ってました。そうそう、それ北海道の時ね、なんかもう一生食べてた私。そうキュウリはまああれだったけど、トマトとかめちゃくちゃ取れてたから、もうなんかあのおやつ、おやつでトマト食べてた。そうめちゃくちゃめちゃくちゃ多かったね、本当に結構多い量を一人で全部食べてました。それぐらいトマト好きで、そう今はなんか今はそんなに、そうあんまり食べてないんですけど、あんまり食べてないんですけどトマトは。でもおじいちゃんが育ててたやつは食べてましたねよく。そうナス嫌い、そうだよナスビ嫌いなんだよ私、知らなかったの、ナスビが嫌いな、ダメな理由なんでだろう、わかんないけど、なんだろう、なんで嫌いなんだろうね私。でもなんか食べたことあるんですよ、食べたことあるんだけど、なんで嫌いになったんだろう私あれ。なんかなんでなんだろう、私のね、私のお兄ちゃんがめっちゃナスビ嫌いだったんですよ。でなんか私もナスビそれで嫌いになった確か。そうなんか私ねすごいね、なんかね影響されやすいんですよね。なんか私もともと今ね豆腐が嫌いなんですけど、豆腐がめちゃくちゃ苦手で本当にめっちゃ食べれないんですけど、私小学校入る時とか小学校低学年ぐらいまで私すごい食べれてたんですけど、あのある時なんかその豆腐がね給食出てきて、あのなんか私のクラスの友達、女の子の友達がなんか私めちゃくちゃ豆腐苦手なんだよねとか言ってたら、なんか私も豆腐苦手になりました。で今でも食べれない。本当に食べれなくなったの。私豆腐ね
全然食べれてたの、私豆腐好きだったし、でもう全然豆腐かかってこいみたいなぐらい好きだったんですけど、なんかそれを聞いてから私本当に食べれなくなって、そうびっくりしたもんそう本当にそうなの、知らないでしょみんな、本当にそうなの、影響受けすぎ、本当にダメなんですよね私豆腐食べれなくなっちゃって、そうそんなこともありました。朝顔育ててたことある、あるあるある、小学校の時夏休み中に観察するようなのあるあるある、ありましたよ。なんかね私ね毎回そういうなんかね、あの朝顔だけじゃなくてなんかいろんなもの育ててたんですけど、私の小学校それこそトマトとかも育ててたんですけど、なんか私のだけ全然育たなくて、なんか本当に私下手で、そうめちゃくちゃ下手で、なんか私のだけなんか花も咲かないしトマトもできなかった、そう本当に悲しかった。なんか友達とかはねすごい上手で、もうめちゃ可愛いトマトができてたりとか、めちゃくちゃ可愛いなんかお花がね朝顔とかできてたりとかしてたのに、なんか私本当にもう全部なんか全部こんななんか茎だったそうそれ悲しかったです。そうだから朝顔とかのあの観察日記みたいな何も書けなかったもん。今日も育たなかったって、そう今日も育ちませんでしたって、今日も咲きませんでしたそればっかり返した毎日ある意味楽だったけど、そうあとはなんか朝顔かな、なんかの花の時もなんか観察日記するの忘れてて、観察日記っていうものがあると思ってなくて、そうなんかママにそうなんかもう朝顔っていうかあのお花がね枯れちゃってて、お花枯れちゃってるけどこれどうするって、もうこれいらないのって、あもうそれいいよって言ったら、そうなんか後々から気づいたらあの観察日記あることに気づいて、もう観察覚えてないんだけどって言ってこうやってなんか適当にお花書いて今日は結構元気だったとかそんな適当に書いてましたね一時期小学校の時、懐かしいななんか本当にこういう話するとさ、本当に私ちびまる子ちゃんなんじゃないかって思い出してきた、本当に私リアルちびまる子ちゃんな気がしてきたとトシタンさんありがとう、見に来てくださってこんばんはありがとうございます、マカポンさんもありがとうそ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 う豆腐は食べれないんですよそうとまゆかちゃんありがとう、見に来てくださってこんばんはありがとうございます、ありがとう、そうそう豆腐はねいつになっても食べれないです、最近っていうかたまにママが出してくるんですよ、なんか私が豆腐苦手で豆腐だけは本当にやめてって言うんだけど、なんかいたずらかなんか知らないけどたまに出してくるのよ、私のなんか夜ご飯に豆腐出してきて、ねえママって豆腐出さないって言ったじゃん、あでもさちゃんとさ好き嫌いなくさそれ食べなきゃダメだよってなつって、どうせなんでそんな意地悪なことするかねえって言って、そう食べるんだけど食べてもやっぱりダメなんで、ね、私もう豆腐はね食べれなくなっちゃったのと原田さんありがとう、見に来てくださってこんばんはありがとうございます、ありがとう、そうそうそうとなっちゃんさんありがとうございます、見に来てくださってこんばんはありがとうそ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 うです、そうです、全然育たない、本当に育たなかった、びっくりするぐらい育たなかったよ、多分みんなが思ってる以上に育たなかった悲しかったもん本当に、とドキンちゃんさんありがとう、見に来てくださってこんばんはありがとうございます、ありがとう水かけすぎ今日も、今日も先まで噛みすぎ、今日も咲きませんでした、毎日書いてた隣のトントさんありがとう、見に来てくださってこんばんはありがとうございます、ありがとうそうそうそう、ナズナン伝説すごいでしょ、ナズナン伝説たくさんあるよそうナズナちゃんは十分ちびまる子ちゃんです、いや本当に私もね自分でそろそろねなんか自覚してきた、なんかちびまる子ちゃんのさなんかアニメとかさ日曜日にやってるじゃないですか、なんかそれ見ると自分見てる気分になるもん、すごいママも言うよ、いや本当になんかねちびまる子ちゃん見てたらねあんた見てるようなんだよねってすごい言われる私もそうだもん、だってなんか見事にパーフェクトにちびまる子ちゃんだもん私、そうあ麻婆豆腐は私食べれるんですよ、麻婆豆腐は食べれるんですけど普通の豆腐は無理なんですよね、不思議
そうそう。とマサさんありがとう、たぬきのこさん、としくんさんもありがとう、見に来てくださってこんばんは、ありがとうございます、ありがとう。そう後半へ続く、そう本当に私ね、そう見るんだけど、そうそうまるこちゃん。リアルちびまるこちゃん。とあどこだ、嬉しい、今日もかわいいね、ありがとう、イエーイ。そうちびまるこちゃんはアニメだからいいのであって、実在したら嫌な子やで、本当に嫌だ、やめて、そんなこと言わないでよ。そんなこと言わないで、なんでそんなこと言うの、ねえねえやめて、まるこちゃんにも謝って、私にも謝って。やめてよ、なんでそんなこと言うの、まるこちゃんを、まるこちゃんをいじめる人は許さない。そうまるこちゃん、そうね、まるこちゃんです、私、そうなずこちゃん。古川なずこちゃん、10年後はサザエさんだな、サザエさん、サザエさん、サザエさんはね、サザエさんはどちらかというとママ。そう、どちらかというとママ、ママに似てる気がする。どうぞ、ザキヤマさんありがとう、見に来てくださってこんばんは、ありがとうございます、ありがとう。そう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 。そう、まるこちゃんのおばあちゃんの名前はね、ね、なんだっけな、小竹さんだっけ、確かそんな名前だった気がする。佐々木のじいさんあたりは実在しそうだよね、佐々木のじいさん、佐々木のじいさんいたかな、周りに、覚えてないけど、あ、ナウが来た、ナウありがとうございます、よいしょ、ありがとう。ではそろそろ読みたいと思います、ギフトをナウってみんなが教えてくれましたので読みたいと思います。なんか昨日とさ今日さ、なんか意外とさあれ良くない、あのなんだっけ、止まらない気がする、そんなに止まってる、止まってない、私の画面では止まってないけど、みんなの画面止まってんのかな。では今日の私の携帯の充電器を発表したいと思います。あ、止まらないだよね、なんか止まらなくなった急に。やっとね。では、やりたいと思います。私の今日の携帯の充電器はじゃが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 いもじゃが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 いもの中から古川なずこちゃんが出てきて、古川なずこちゃんは今日も半魚ドンドンくんと一緒に旅に出ます。旅に出ている途中にいろんな仲間とこうやって会ってなんかいろんなあの問題を解いていって最終的にあのお宝を手に入れるんですけれども、ハンギョドンくんとナズコちゃん、ナズコちゃんで一緒に、よしお宝ついに手に入れたよ、では開けます、じゃんじゃじゃーんと開けた中身はなんとなんとじゃがいも1年分でした。じゃじゃん、今日の私の携帯の充電器は 86% でした。おめでとう、私、ありがとう、あなた、ありがとうございます。どうみんな、なんとか言ってよなんとか言ってよ、やめてみんな、静かにだけはならないで。おめでとう、私、ありがとう、あなた、ありがとうございます。ではよいしょ、では読みたいと思います、ギフトを。
ちょっとね今日はねなんかちょっと上手だった。じゃがいも1年分が出てきたあたりはちょっと私なんかあ今日は頭の回転がちょっと早めってちょっと自分で思っちゃったこれはみんなと私だけの内緒やめてね、言わないでね。ナスなんかさ、なんかさ、自分でさ、自分のことなんか面白いとか頭早いとか言ってたよって。やめて、言わないで。では、読みたいと思います。オレンジさん、似合うと可愛い。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。トメマーポさん、チアメカさん、雪玉、ありがとうございます。雪玉、ありがとう。ありがとうございます。佐々木菜子さん、冷凍たこ焼き。ありがとう、冷凍たこ焼き。パク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 。ふん、ありがとうございます。あきゆみさん、かわいい。ありがとう。イエーイ、ありがとうございます。ありがとう。はるにゃんさん、かっつんさん、つばさわしいさん、いちご。いちご。いちご。どこ？いちご。いちご、ありがとうございます。ありがとう。ふん。ありがとうございます。かっつんさん、雪玉。ありがとうございます。雪玉。ありがとう。イエーイ。ありがとうございます。雪玉。つばさんしーさん、バラと花束も。ありがとう、バラと花束。お花ポーズ。ありがとう。ありがとうございます。オレンジさん。パチ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 。パチパチパチ。ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。佐々木菜子さん、かわいいとかっこいい。ありがとう、かわいいとかっこいい。やっとー、かわいいとかっこいい。ありがとう、ありがとうございますありがとう。ぐんちゃんさん、青と黄色のだるまとハート、ありがとう。青と黄色のだるまハートありがとうございます。ありがとう、青と黄色のだるまとハート。やばいやばい今でもなんか無意識にすごい頭が動いた、ごめんなさい。ありがとうございます。ありがとう、押さえといて頭動かさないでありがとうございます。ありがとう。おんともさん、いちご、ありがとうございます。パク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 、ありがとうございます。オレンジさん、音符、ありがとう。ありがとう、音符、ありがとうございます。なんか久々にこの色の服着た、イエーイ。ありがとうございます。ありがとう。音符、ヤンカーさん、ハート、ありがとうございます。指ハート、ありがとうございます。ありがとう。モミさんもハートと、青と黄色のだるま、ありがとう。じゃん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。ぐんちゃんさん、いいね、ありがとう。いいね、今日も皆さんいい一日になりましたかでしょうか。それでは今日も元気にいってらっしゃい。ファイト、皆さん頑張ってください。バイバイ。鉛筆屋さん、かわいいと尊い。ありがとう、かわいいと。かわいいと尊い。ありがとう、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。オレンジさん、ハート、ありがとう。ハート。ハート。ありがとうございます。ありがとう。ハート、オノピーさん、雪玉、ありがとう、ありがとうございます。イエーイ。ラスカールさん、たこ焼き、ありがとう、たこ焼きパクパクパク、おいしい、ありがとう、ありがとうございます。たこ焼き、ぐんちゃんさん、冷凍グマ冷凍グマと、冷凍グマとお友達、ありがとう。じゃん、今日のお友達の名前は、今日は久々にハンギョドンくんと一緒に配信ができて、ハンギョドンくんもすごくすごく喜んでおりまして、ナズナンも嬉しい限りでございました。でピーマンちゃんでお願いします今日スラスラ出てきた、今日は調子がいい日だ。ありがとうございます。としのりさん、かわいいと尊いとハート、ありがとう。かわいいと尊いとハート、ありがとうございます。ありがとう、かわいいと尊いとハート、よいしょ、じゃん、ありがとうございます。としのりさん、ありがとう、ありがとうございます。にゃんなかさん、ハートと、違う、ハートとなんだっけ、冷凍
たこ焼き、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう。とオレンジさんも冷凍たこ焼き、あ違う、冷凍たこ焼きとたこ焼き、ありがとうございます。オレンジさんありがとう、パクパクパク、うん、ありがとうございます。ためまぼうさん、ちやめたさん、ハートありがとうございます、ありがとう。ハート、ヤンカーさん、冷凍、あどこ行った、冷凍だるま、冷凍だるま、ありがとうございます。冷凍だるま、ありがとう。とオノピーさん、かわいいとかっこいいと尊い、ありがとう。かわいいとかっこいいと尊い、ありがとうございます。かわいいとかっこいいと尊い、尊い、かわいい、かっこいい、かっこいい、じゃん、ありがとうございます。オノピーさん、ありがとう。じゃん、ありがとうございます、ありがとう。ちはやかさん、風呂敷ありがとうございます。風呂敷ありがとう、ありがとうございます。ぐんちゃんさん、めっちゃかわいい、ありがとう、いい、ありがとうございます、ありがとう。オレンジさん、ありがとうとお疲れ、ありがとうございます、ありがとうとお疲れ、イエイ、ありがとうございます。今日も皆さんいい一日に、あ今日も皆さん今日も皆さん見に来ていただきありがとうございました。そして今日も皆さん一日お疲れ様でございました。ありがとう。危な、間違えるところだったぜ。ありがとうございます。アナピーさん、たこ焼きと冷凍たこ焼き、あやばいやばい、冷凍たこ焼き、ありがとう。じゃん、うん、ありがとうございます。ありがとう。ハルニャンさん、冷凍だるま、ありがとうございます、ありがとう。チョイサイさん、バラありがとうございます、バラバラ、ありがとう。チョイサイさん、ありがとうございます。ケンちゃんさん、ハートありがとう、ハートありがとうございます、ありがとう。ダライヤさん、青と黄色、青と黄色のだるまと、青と黄色のだるまとハートとバラ、ありがとう。ダライヤさん、ありがとうございます、イエイ、ありがとうございます、ありがとう。デモカゼプリンさん、雪、雪玉、ありがとう、ありがとうございます、あ違う、雪玉と音符、ありがとう、うん、ありがとうございます。ハルニャンさんも音符、ありがとう。皆さんたくさん投げてくださってありがとうございました、ありがとう。鼻が花粉どっか飛んでったとキットさん、ゆきえさんもありがとう、見に来てくださって。宮本さんもありがとうございます。とさ、サマーソルジャーさんもありがとう、見に来てくださって。まあ、いっちゃんさんもありがとうございます。あ、バイバイ。いしいし、ありがとう。とザネカタナさん、ありがとう。ありがとうございます。すいません。が口癖なんです。やめてください。トモさん、ありがとう、見に来てくださって。こんばんは、ウレピーマン、ありがとうございます。ありがとう。めでたいやつさんもありがとう。ありがとうございます。誰か当たってた？誰も当たってないです。イエーイ、誰も当たってないでした。ありがとうございます。 ありがとう。あ、マニマニさんもありがとうございます。パワーさんもありがとう。ではランキングを読みたいと思います。よいしょ。13位、鉛筆長さん、ありがとうございます。12位、中丸さん、ありがとうございます。11位、和田さん、ありがとうございます。10位、ケイユさん、ありがとうございます。10位、9位、プエルさん、ありがとうございます。8位、イズレさん、ありがとうございます。7位、カヨペさん、ありがとうございます。7位、6位、クレアキさん、ありがとうございます。5位、モミさん、ありがとうございます。4位、サヌキノコさん、ありがとうございます。4位、3位、オントモさん、ありがとうございます。2位、オレンジさん、ありがとうございます。1位、グンちゃんさん、ありがとうございます。皆さん、たくさん、見に来ていただきありがとうございました。では今日はそろそろ終わりにしたいと思います。ではよいしょ、ハラと推薦コメント、皆さんぜひよろしくお願いします。明日も配信するので、よかったらまた皆さん、よかったらまた皆さん見に来てくださったら嬉しいです。ありがとうございました。